今日のコメント、今度レッドミーバズで歌ってほしいです。第3章のエンディングだよね。あれかっこいいから歌いたいんだけど、実際歌うとなるとめちゃくちゃ難しいよね。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？ニコロシリーズ面白いですよね。そこで今回はオープニングに映ったあの女性の正体とはというわけについて話していきたいと思います。では関係ないけど、涼しくなって旅行シーズンになったね。そうだね、僕も今旅行サイト見てるよ。お、次はどこ行く予定なの？温泉行って紅葉見に行こうかなと思ってる。いいね、僕も行こうかな。というわけで、早速ウィキ入れてくるぞ。オープニングに映ったあの女性の正体とは、今放送されてるアニポケ新シリーズは、主人公がリコドロイで、2人はライジングボルテカーズ組織の中身に加わり旅に出ています。そんなニコロシリーズは先日新章が始まったばかりなんですが、新章が始まり世間で話題になっているのがオープニングと予告映像に映った謎の女性です。新章開始前の予告映像でのシーンはこちら。こちらは北上の里のテラス池でのシーンですね。テラス池は昔から亡くなった人に会えるという伝承があります。そしてオープニングのシーンがこちら。なんとギベンをルシアスと一緒に謎の女性テラバコスを抱えて一緒に歩いていました。この女性おそらく同一人物で間違いないと思うんですが、服装を見る限りどうしてもリコの家系に似ているんですよね。似ている部分としては、まず服の色とテラバコスを抱えている姿はリコそっくりです。よく見ると腰のポシェットもリコがいつもつけてるものと一緒の形ですよね。またこの服装を見たことあるなと思ったら、リコのおばあちゃんダイアナの子供の頃の衣装にそっくりでした。ここまで同じならもうこの女性はリコの先祖にあたる女性といっても間違いないんじゃないかと思うんですが、みんなはどう思いますか？どう見ても似すぎですよね。またこれならテラバコスがリコだけに反応する理由がわかります。ただそうなると、なぜテラバコスは同じ仲間だったエクスプローラーズのギベオンの孫アメージオに怒っているのか、そしてなぜ3人で旅していたのか、なぜエクスプローラーズギベオンは今敵対しているのか、というのが疑問に思えてきますよね。またこの女性だけではなく、ルシアスもリコと似ているのも気になります。ルシアスとこの女性の特徴がリコにあるとして、今ギベオンが敵対していることを考えると、いくつかそうなった経緯を想像できるんですが、一つは恋愛的に揉めた可能性です。まあアニポケのストーリーなのでこの可能性は低いんですが、男性2人女性1人だとどちらもこの女性を好きになり、どっかで揉めて何かしら事件が起こったからこそ敵対するというのはよくある話です。もう一つの可能性としては、ルシアスが原因でこの女性が亡くなってしまった可能性です。この女性もリコと同じようにテラバクスをラクアに届けようと3人でパーティーを組み旅をしていたが、途中でルシアスが原因で亡くなってしまい、今でもギビオンがそれを恨み今の関係になっている可能性なんですが、これもありそうですよね。ただ一つ引っかかることがあって、6位が出てきた時にリコを見つめて激怒するシーンが毎回あります。これを見ると結構複雑な関係な気がしますよね。なのでまた新章に何か情報があればその時に考察したいと思います。みんなはこの女性一体何者だと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでオープニングに映った女性の正体についてでした。ちょっとロボルスタジオの登録、シコフさんよろしくお願いします。ではまた次回、せーの、グッディー。